こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにですね、ファイヤープロレスリングワールドですね、のオフラインモード、ワンナントマッチ、ノーマルマッチ、ですね、2005年のベストバートに選ばれました、ノア東京ドーム大会、小橋健太対佐々木健介、あの逆水平の打ち合いで有名になった試合ですね、そちらをやっていきたい、やっていきたいと思います。まあ、実際は逆水平の打ち合いにはならないとは思うんですけど、で、ノアで選びます。まず小橋、いろいろ選べるみたいですね。これが一番合いそう。あれ、67年生まれじゃない。リングは、ノア2018ですね。ビッグガーデン、どれだったっけな、スパイクドームを選びましょう。これが東京ドーム相当になります。レフリーは西永秀一ですね。これですね。実際は、無制限で行われます。した。ので、これでいいです。なんだこれは、イリミネーションでもないランダーアトル、トルネード、カットは関係ないですね。まあ場外は OK で、クリティカル確率は普通にしときましょうか。乱入なんてあるんだ。乱入なんか発生するんだな。まあいいや。対するは、佐々木健介。2000年代前半の時代の健介のコスチュームですね。ダブル J か、ダブル J あたりからかな。もしくはダブル J から戻ってきてイメージチェンジしたあたり。すごいな。パワーオーリアもある。ということで、これでシングルマッチでいいはずです。もちろん、ノアのそのドームの大会は、ノンタイトルだったんで、これ最後の2試合がノンタイトルだったんですよね。で、GHQ ヘビー級、確か、は、結構前半の最後で行われて、力王で棚橋が挑んで、あっさり力王勝っちゃったんですよね。で、この小橋、健介戦はセミファイナルで時間無制限で行われました。メインがですね、三沢川田戦ということで、川田は、まあ、ノアができた際に全日本プロレスに残留して、それ以降、まあ、三沢、これ高校のレスリングの部の先輩なんですけど、三沢が。まあ、その三沢とタオトンは勝ったんですが、ここで、この東京ドーム大会で初めて交えて、しかもシングルだったという。結果は三沢のエルボー連発で、勝利しましたが、中川カーダも頑張ってましたね。まあ、もっとも、この、セミファイナルの小橋健介戦には、接戦は本当に客が湧いて、私もその場所に、東京ドームに行きまして、上の方から観戦しました。で、本当に、いや、楽しいっていう感じですよね。なんか、高屋、
日テレの収録かなは、高山義弘がゲスト解説、闘病中だったのかな、で出てきて、これは戦いじゃないお祭りだっていうことなんですけど、本当に両者の意地のぶつ逆水平チョップをめぐる意地をぶつかり合いは観客を沸かせてくれましたね。やっぱり今もこの試合は強いというより本当にすごい、素晴らしいとしか言いようがない試合だと思います。ちょっと時間取ってしまいましたが、早速試合を行ってみましょう。まずは通常ルールですね。さあ、入場シーンです。スパイクドームに、東京ドームのあるスパイクドームに、まずは小橋健太選手が入場です。ノアのエースって言ったらやっぱり引退するまで小橋選手でしたよね。いろいろ膝をやったりガンになったりとか、ノアでのまあレスラー人生って結構苦労したと思うんですけど、戦いに行きました。そしてケンスケ選手も完全にイメージを変えまして、マッスルボルケーノということで、もう親しみやすいキャラに変わりましたよね。さあ、レフリーは西永修一。一応リングがですね、ほぼ今のリングなんですよね。ザ・リーブとか中央リースイベント株式会社とか、マット書いてあります。またコーナーロープというかエプロンが確かあったんですけど、反映の仕方がわからないんです。基本的に相反しています。サイドロープはレスラー、リングエディットで緑にしております。まずは基本的な展開からですね。あれ、行くぞーが来た。行くぞーというわけで1分41秒、最後ですね、タッグ組ませてみましょうか。この2人で喧嘩じゃないけど、戦った後は仲間というわけで。さあ、なんだろう、これ腕試技か。ギブアップしたら笑えるけど、わそうはならないのかな。あ、そうだ、これバグがあるんだ。ずっと取った時に関節技を取ったばっかりなんですよね。はい、さっきの関節技かけた止まってしまう原因分かりました。これですね、片方の選手が 1P になっているのが原因でした。すっかりバグだと思い込んで調べたんですけど、どうも1P になっていることを見忘れたようです。ではもう一度試合やってみましょう。入場シーンがありますが、これは省略します。さあ、ファイト。さあ、関節技ちゃんといけるかな。おー、フェイスクラッシャー、ケンスケの得意な技ですね。さあ、力比べだ。エルボー。さあ、ストッピングかけます。さあ、これでフライングメイヤーボディスラムですね。
お、そのまま飛び。さあボストンクラブ来た。これ2000年だったかな、 G1 優勝した時に中西をこれで下したんですよね。ボストンクラブやり直、かけ返します。ん、なんだろう、え、小橋ってこんな関節技使うんだ。やっぱりなんだろう、強気っていうか、鬼なとこ見せてほしいですね、小橋も。おっと、どう決め、お互いあのバックのベースが柔道なんですよね。なんでこういう柔道の関節技を見せます。永田ロックみたいな感じ、永田ロック2みたいな感じだよな。さあストラングルホルドだよ。ガンマとベータがあるんですけど、確か片方しかこの時代はそんなに使われなくなっちゃったような。ブレーンバスター。さあ今5分台です、試合の時間が。ジャーピングに、まあ、小橋は本当スタイルいいですよね。フォントネックロックかな、フォントネックロックか。おっと逆指だ。まだ動きがそんなに見られません。またストラングルホールド。おーっと DDT、 小橋も DDT 使うんですね。逆水平です、逆水平を狙って スピンキック回し蹴りですね。 2カウント。おーっとバックドロップで返しました。サルトを見せてほしいな。さあゴアンナニアットがまだ影を潜めてますね。おっとパワーボール、珍しい。地味の技を攻防が続きます。どこのラリアット。おっと、さあスープレックスかな。うわーえげつない。フェイスクラッシャーだ。まあ場外戦はありません。取り直した。わあみじん切り。10分経過。せや。せや。あーっと場外へ。そう、この頃ケンスケって飛び技も積極的に使うようになったんですよね。今日そんなにゴツゴツしたもので華麗ではないんですが、ラリアット決まった。ゴアンラリアットだ。フェイスクラッシャーが使いますよね。これであっさり決まってしまうのが、おっと 2.9 パイルドライバー。さあうわ直下式に、DDT は直下式ブレーンバスターだ。ゴーアンラリアットだ。
わーっとスリーパースープレックス、えげつない小橋の、攻撃が始まります。おーっとピヨった小橋、ピヨってゴアナ、おっと何アットだ。さらに逆水平、ケスケの攻撃は続きます。さあノーザンライトいくかな、ラリアット。さあケスケ、あーっとその場の剛腕なリアットだ。どうだ、あっさり決まっちゃうかもしれない。 2.9 なかなか様になっている試合ですよね。そう、逆水平のスライダーと、おっとラリアット、おーっとラリアットの打ち合い、盛り上がりますね。うわーっとラリアットが目立ちますね。さあこれで決まるか、おー返しました。まずは リボーンということですね。おーっと投げっぱなし、バックドロップ。さあ大技、おっとパンチだ。コーナーに片付きつけてーす。こちらは直下式ブレンバスターですね。おっと倒れます。さあかけてラリアット、ゴアラリアットです。さあどうするんだ、かなり観客がエキサイトしてますよね。おーっとダイヤットかした。さあっとこれ決まったかもしれないですね。最後はパワーボールで決着しました。しかしケイスケってパワーボール使うんかな。ミラクルエクスタシーって技があるんですね。試合評価 92%。 なんかドームの試合とやっぱり違うんですが、これはまあ仕方ない部分はありますよね。さあケイスケがいますが、こっちはケイスケ入れずに丸藤、丸藤、伊丹秀夫なんで、伊丹は キャプテンノア、キャプテンノアの正体って誰だったっけな。おっとおっと、キャプテンノアでいきましょう。さあこれもお祭り的な試合です。さあケンスケと小橋が戦った後は仲良しタッグを組んで試合に挑みます。対するノアからはノアの象徴丸藤と、謎の覆面レスラー、その名を緑の、コスチューム
マスクをかぶりましたキャプテンノアです。強いカメレオン的で、マットと見えにくく、なっております。さあ先発はですね、小橋と丸口ですね。さあバックドロップ、おーっと、さあスリーパーですね。このスリーパーは結構効くと言われています。この中盤までの組み立てはね、結構小橋は使いますね、使ってましたね。さあ逆水平、さあってな、開空時間の長いブレンバスター、エルボーです。おっとみじん切り、ここでケンスケにタッチです。スープラトンは見せません。キャプテンノアも頑張っております。こちらもマルージーチェンジですね。おっとダブルドロップキック、ケンスケに洗礼です。ノアの洗礼、せや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 、おっとバックドロップ、投げます。シェアシェアがいいですね。シェア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 、さあおっとここで逆水平の打ち合う、おっとなんとマルージは勝ちました。スライディングキック、シェアシェア、おっとヘッドバットか。シェア、私はこの頃をケイスケが一番好きですね。自由にやってくれてるんで、5分経過、あんまり新日の時代のケイスケって好きじゃないんですよね。プロレスはやっぱり頭だと思うんで、組み立てをちょっと小原を6秒で仕留めたりとか、結構大人げないシーン多すぎますよね、プロタイツの時代の2000年前後のケイスケは97年ぐらいからか。さあこれでワンツー、正直すまんかったら好きなんですよね。ジャンピングに、この選手も結構でかいですからね、キャプテンノア の中の人も。さあブレーンバスター、これはきつい、ちょっと入り見られてます。さあお互いタッチします。耳慣れてみじん切りチョーク、おっとどうしたんだ。これですね、コンビネーション、おーソバット、トラスキックだ、防ぎます。なかなかやっぱり丸藤クレバーなレスラーですよね。さあキャプテンノアにタッチ、
実際に、まあ、小橋と圭介が組んだ時って誰が対戦相手だったっけ。結構その年の秋ぐらいに組んでたような気はするんですよね。まあまた調べときます。おっとこれすごい蹴りだ。戻ってきます。トラスキー、おっと吊るしまして、わーえげつない体格差がありますからね。けおー数落とし、その輪跳びバネがありますよね。また数落とし、ちょっと小橋がピヨってきました。そこでケスケにタッチ、中川の即席をかかるコンビネーションいいですよね。おっと今のボブなんだ。トラスキーク、さあこち設定的にはあのキャプテンノアがやり役に設定してるんですが、体格もあるんでなかなかいい選手、いいですよね。なんか意外な結末になることがノアじゃない、この、ファイアプロレスリングワールドのゲーム多いんですよね。それ岡田と誰だったっけな、その、三森鈴子ファンの新人、それとやった時が岡田あっさり負けちゃいましたからね。その選手はレスリングベースなんですが、そういうレスリングベースがあった選手の方が強いのかな。コブラツイストと思いきや、これはギブアップじゃない、スリーカウント取られるわけでいきません。そのままラリアットでフォールです。危ない危ない、さあ15分16分を過ぎてますね。おっと打ち合いだ、フライングニールキックかな。おっとそこは飛び、ゴアナリアットだが詳しい、あとダメージがあるのか、あとに続きません。今気負ってるね。さあこちらのリングライド持っていきます。まあケンスケにタッチしない、キックです。さあおっとムーンサルト来るかな、ムーン、おっとフラッツ、さあとどめを刺そうとやってますが、これが直下型ブレンマスターです。 2.9 今のなんだろう。おっと、こちらも観客湧いてますね。さあキャプテンの兄天智です、ケンスケです。スープラ飛んだがそれを防ぎます。おっとチョークスラムからを防ぎました。試合の権利あるのはケイスケのはずなんですけどね。あーっときつい、ちょっとやばい、これラリアットですね。おー今丸富士出ていきませんでしたね。
キャプテンの信頼しているのか。両チームドロップ、パワーボールだ。これは出ていきました。パワーボールなんてこの時期ケースでやってたっけな。おーっと、さあマルージダメージが大きいのかな。すごい。おーっとエルボー、一発が重い。ゴアがリアットだ。おーっと、ここ攻撃が止まりません。エメラルドフロージョンですね今の。リサージ込み、おっと言い見合えている。トラスキックだが、おっと直前で防いでダメージを抑えました。さあ来るぞ、ムーンサルト決まった。カット、さあロープ、試合で決まりました。ケンスケはカット。なんか西田レフリーも疲れてますよね。マルフジがまだタッチできてないですよね。そこは気になる。さあここで丸藤キャプテンノアにタッチです。もう24分になろうとしてますね。おーっとうまい。お決まった、キャプテンノア圭介をやりました。まあ、こういうことが往々として起こるんですよね。スパインボムですか。ちょっとルールを見てみましょう。イルミネーション、ドープチェック、場外カウント、ジプシー城とか懐かしいですね。TKO があるんですね。さあギブアップのみでいきましょう。フリーのクラウンがいいかな。TKO5 ってあれですかね。カウントシステムかな。お、ラ、あ、ラウンド数、あ、そういうことか。30分でいいですよね。入場パターン、入場がない?
丸藤ですね。丸藤を使ってみましょう。さあこれで戦うとどうなるんだろう。なぜかアントニオ猪木。さあファイト。ノアのマットですが、基本のノアのマットですが、UWF ルールになるのかな、これは。ギブアップのみということですね。ちょっと丸藤には不利なルールかもな。さあ丸藤タイガージムで初代タイガーの下で練習してましたからね。さあ関節をカニバサミ、おお、さあ対空時間の長いブレンバスターです。ヤシの実割りかな。おーっとショルダータックルかな。さあ見上げます。おお、ジャンピングに倒れた。数落とし、おっとラリアットかな。さあスリーパー逃れました。おっとえげつない。なんか戦い方が違うよな。まあさっきはタッグマッチで、今回はシングルマッチってこともあるんですけどね。おーっと逆襟固め。なんか戦い方が違いますね。おーっとスライディング、スキック。さあアントニオ猪木、なぜかアントニオ猪木の見守る前で関節増えますよね。ルールがギブアップのみだったらそういう傾向になるんだろうか。ソーバトビー。さあ足4の字かな。逆に掛け返します。うわーすごい。さあ起き上がるの待ってますね。これはうまいミサイルキックです。さあこれ場外に出しても場外カウントは数えられません。ラリアット来ますね。
コラスキック。これ、テンカウント、ダウンはないのか？ダウンですね。確か TKO の設定あったと思うんですけど、すげえ。取りました。あーっと投げっぱなし。さあ丸富士ダウンです。すごいスライディングキックだ。みじん切り、これはダメージ大きい。3位ギロチンでダメージを深めます。何をするんだろう。おっと、あれアルゼンチンじゃない、何ボールだったっけな。デスバレーボールか。デスバレーやるんだ。まあ形はデスバレーだけど、なんか微妙に違う感じが。逆水平の打ち合いです。あーっと、ゴアンラリアットダウンです。ファーサッポーにだんだん押され始めてきました。8カウントで立ち上がります。あーっと、丸藤ダウン。ちょっとルール見ていきましょう。あの TKO の5回で TKO のはずなんですけど、そういうポイントが全然表示されませんよね。さあトラスキック、これ小橋がダウンです。さあ今まもなく14分です。あーっと直下式きつい。さあかなり勝てるか、おば、あの丸藤。なんとか立ちました。おーっと飛び越してキック。おーっと取り直してタイガースブレックスだと思います。おーっと闘技大規模コンビネーション、フェースクラッシャーかな。おーっとゴアンラリアット貸した。おーっとTKO です。小橋が鬼の攻撃で勝ちましたね。試合評価 99% です。ちょっとルール見てみましょう。合ってるみたいですね。残りポイント数表示してくれたのもいいのになって気はしますね。はい、というわけで以上ですね。お2560×1440 までサポートか。まあ、この今映しているディスプレイがその解像度になるんで、そこまでは対応してるってことですかね。はい。というわけで、小橋健太選手、佐々木圭介選手、まあ、元選手ですね、二人とも。
そちらをワークショップから落として遊んでみました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。